ゆっくりした気持ちでお待ちください。それでは最後、星空。
します。私は歌手活動をしています。私のテーマは2つあって、ホワイトとブラックがあります。ホワイトとは今歌った星空のような感じの曲でバラードとなっています。ブラックは明日同じ時間にここで歌うんですけど、ブラックは衣装も黒ですごくかっこいい曲です。それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲はスレッドです。それでは聴いてください。スレッド。Thank you.
ください。私は普段レギュラーライブをしています。次のライブが5月7日なので、皆さんぜひ今日少しでも興味を持たれた方は事務所のホームページを見てください。 ITR エンターテインメントと検索していただくか、保坂彩乃で検索していただくと出ると思います。皆さんぜひ来てください。お願いします。それと明日も今日と同じ時間にここで歌います。明日はブラックとなっています。皆さんぜひそちらも見に来てください。お願いします。